シャリ・ハリストス聖教会の現在の街道、生新女福音街道。屋根に取り付けられているのは八端十字架。シャリ町の一シャリ・ハリストス聖教会は、日本ハリストス聖教会に所属し、生新女福音街道を有する聖教会の教会である。日本聖教会の街道、教会としては、日本国内で最北に位置する。シャリ町における聖教会の歴史は、 宮城県から北海道に移住した信徒たちに始まる。最初の街道建設は1915年に行われている。現在の街道である生新庄福音街道は1979年に正規を視された。小規模な教会ながら信仰活動を継続し、現在に至っている。2012年4月現在、管轄は、釧路ハリストス政教会の管轄司祭である、ステファン。 内田圭一神父が兼任している。シャリハリストス聖教会、生信所福音街道の遠景宮城県宮城郡、原町から北海道に移住したパウエル佐藤漢吉ら6個は、当初1908年に北海道上川軍人、前村に入植したが、農業に適さない土地であったため別に適地を求め、1912年にシャリ村川上に再入職した。 シャリの聖教会の歴史は、このように、大正時代に始まっており、アシトセイニコライの存命していた時期とはほとんど重なっていない。同じ頃、シャコタン教会からパウエル・オガワ伝業者がアバシリに転任しており、アバシリ教会は、クシロ教会のロマン・フクイアス・シシンの管轄の下で、強制が盛んとなっていた。 アバシリ協会のパウエル小川伝業者が1912年11月18日にはパウエル佐藤寛吉宅を訪問していることや1913年の4月27日の復活大祭にはパウエル佐藤寛吉をはじめとするシャリの信徒10名がアバシリ協会の街道に宿泊して参闘したことが記録に残されていることにも見られるようにシャリの信徒たちはアバシリ協会と 密接な関係を持っており、新都一同は網り協会に献金をしていた。また、串路協会にあって管轄司祭を兼任するロマン、福井神父も初めて1913年社シャリの新都宅を訪問しており、現在も行われている道東地区の正教会の協力関係がすでに始まっていたことがわかる。1915年9月28日、 シャリで初めての聖教会の街道が竣工した。これは日本聖教会の主教であって、聖ニコライの後継者であったセルギー・チホミーロフ主教が巡回する前日にあたっており、セルギー主教の巡回に合わせたものであった。7月上旬から6個8名の男性信徒たちによって自力で寄港し、建設作業をその後も続行、セルギー主教の巡回に間に合わせた。 男性信徒が街道建設に労力を割く中で、女性信徒たちが主教のヤグ神長と農作業に当たったことと合わせ、少数の信徒たちのみの作業で街道を完成させたことは単焦を食わたわざる。全行とパウエル・オガワ業者は記している。同年9月29日改正、午後6時より、生成式は、巡回に来たセルギー主教とロマン、福井神父によって行われた。 この時の街道名は、うつうち、ハリストス聖教街道であり、所在地は、うつ内三3号西一線20番地であった。9月30日には、同街道で、聖体礼儀も行われた。このセルギー主教の巡回時、9月30日には、シャリの一等旅館に宿泊予約を入れていたが、主教一行の服装から、ヤソの外国宣教師と見た一等旅館の女将に、宿泊を断られ、 宿泊先を川島旅館に変えたことが記録に残されている。当時の境界道はシャリ川の近くであったため春の融雪期には水害に、い、清掃に信徒が集まることもあった。第二次世界大戦終戦後、堤防の設置に伴い、1948年4月20日に街道を原型のままシャリ町を見先に移転した。シャリハリストス聖教会 生信女福音街道1979年9月30日に玄海道が斜里城岬に混流された。生成式は仙台及び東日本の主教であるセラフィムシギリストによって取り行われた。生信女福音祭を記憶しているため生信女福音街道と呼ばれる。本校においては登場する新都名を原則として日本正教会の監修に則り、 生命、生、名の順で記載する。参考文献の内容が初期の歴史についての記載を中心としているため、本節では初期の歴史について衝述する。日本生教会の小規模な教会についての記録については散逸しているものも多く、今後の研究、研究成果の一般への公表が待たれる。教会公式サイトには、 アバシリ聖教会に所属した5個の旨記載されており、個数に食い違いがあるように一見したところ感じられるが、参考文献は移住者の個数、公式サイトはアバシリ教会に所属した個数を記載しているものと推測し、本校では移住した新都数を6個とした。参考文献には移住者の生命、生命も6名分記載されている。ただし、参考文献は、 同一世帯に属していた神道にこと数えている。改然性もある。ありがとうございます。